はい、ということでね、信長くんなんかすごくない？これ、桶狭間のシナリオなんだけど、以後和やかに長安の戦い、あ、じゃあめちゃめちゃ、すごい時間はかかってるってことか、俺自体が攻略するのに。そして台風で、まあこれは全国だね。待って、今の、ちょっと待って。工場を断念するかどうか選べるっぽいんだけど、73。それは断念していいよ。で、あ、織田家もうめちゃめちゃ広くなってますねあ、すごいわこれ。もう織田無双してるわ。てかなんで毛利と戦ってくんないんだよって思うけど、そっか毛利は無駄に強いもんね闇討ち流言とか言ってんだけど、この辺はいいかな。金銭があんまないので今何かできる感じはしないね。上司がいないって言ってるんで、あ、てか上司が追加できるってことか。ありがたく存じる。これほんと強い。じゃあ武将かな。人吉城ってどれだっけ。これ何城？古古賀城。大海の喜びぞ。代官入るな。ありがたき幸せ。じゃあここは勘付さんを入れて感謝いたす。ありがたく彼に任せましょう。で代官は入れちゃっていいでしょ全然。ありがたき幸せ。よいしょ。いいねいいね。結構取れたね白で。任免代官組頭を感謝いたす。よいしょ。これでいけるね。兵は退くしかあるまい。うん、退くしかあるまいって言ってるのめちゃめちゃありがてえな。よし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 。金銭収入はなんとかプラテンかな。多分攻めてくることないと思う。うん、攻めてこなさそうだね。しばらく待機でもいい気がするけど、わかりました。合戦で一回勝利ね。はいはいはい。帰ってくれ。帰ってくれんの。ああいいねいいね。で結構もう余裕で多分落ちると思うところがここだ。今がその時。まあここの兵は出さないとダメでしょう。政府時だろうが何だろうがここは倒さないといけない。よいしょ。いいねいいね。そして国衆先導。まあ土砂災害とか言ってるけど一応内政浄化施設建てとくか。商人町必ず成し遂げます。うん準備は整ってるね。兵もこれ1000とかプラス回復してるしどうってことなく倒せると思う。よいしょ。出陣支援には我らの部隊もって言ってるんで、まあ多分大丈夫だと信じていきましょう。ここを突破できるとすごい楽にいけるんだけど、あとは毛利か。君たち9000いてまだ動けない。ここはくるり没収としてこっち攻めに行かせてもいいけど、まあでも着実に米溜まってきてるのは嬉しいね。市場拡張いいね。始めよう。東洋。兵はどう？回復してる？うん、回復してるな。どうってことなく倒してくれると思うけど、使いたい。どうぞどうぞ。いいね、遠方東洋を覚えてるのは強い。毛利の家臣団奪えればあと何でもできるし、まあでもちょっと兵が足りてないね。荒木村継を獲得と。まあ強いのはいないが全然良いでしょう。よいしょ。兵糧支援、兵糧支援だけさせとくかな。あとは、まあ、内政で軍開発、全然軍の開発しないんだよね俺。よいしょ。まあこれでいきましょう。強行で多分すんなり落ちると思うんだけど、パパーって言ってもらいましょう。いやー長かったね。ここで倒せれば引き抜きはいらんな。国衆解除だけ入れとくか。あとで国衆がよいしょ出てきたようだが、もう龍造寺も勝てまい。何、龍造寺が勝利しただと。あの兵がいて、ちょっと待って、兵力もらえるんだったら兵力もらっとこう。出陣、まあ言っても工場中結構ダメージ入ってんのつらいね。よし、そして秋になりました。まあでもこれは多分落ちてくれると思うんだけど、どうにもならん。これどうにもならないのなんでだ。あ、分かった。表情でなんか政策を取らないとダメとか。てか薩摩軍法取れるんだ。それは欲しいでしょ。で腰病炉を増やすみたいなのなかった。兵の回復速度上げるの強いな。鉄砲攻撃力上げるは違うね。兵糧、これか。これがないから兵糧で負けてる気がする。これより集金に励みます。とりあえずでも相手の敵の兵数は減らしてるので、このままいけば大丈夫だと思うんだけど、引き抜きはいいかな別に。政策をちょっと活かせよう。準備は整ってるしどうにかなるはず。そうか、航続距離が足りてなかったのか。で治療が足りてないよって言ってるのはどこにいるんだ、こいつか。あ、じゃあ秋国虎、ありがたき幸せ。よいしょ。大官、内政、軍開発、位置を取ったのはいいんだが、大官だね。ありがたき幸せ。じゃあこれでいきましょう。増築、軍開発で道路庫。よし、これで10日分伸びたので、取りに行けんじゃないのかな。さすがに行ってほしいね。いざ出陣。よいしょ。6000人いってるけど、表情、制作、腰病老だよ。心得まして。内政、軍開発だけさせとくか。商業取っとけば大丈夫だろう。どうにか言ってくれ。そして400攻略目標の城と言ってるものの、あ、兵糧支援ができないのか。回復しろ。論功報奨、めっちゃ頑張ってるね。よいしょ。これで兵糧数は増えてるけど、倒せ倒せ。城を囲め、攻め立てよ。で、これ軍事でもう1軍ぐらい出した方がいい。いや、出した方がいいんじゃないのこれ。結構チャット減らしてるけど、足りるかって言われると心配なのよね。61。もうささっと終わりにしてほしい、ここ。どう？兵糧的にあと30日でしょ。合戦かって言ってるけど、合戦する意味ねえんだよな。敵軍退けたぞ。倒せ倒せ。攻め落としたり。ギリギリ。航続距離きついね。取り押さえたり。ただめちゃめちゃたくさん来ましたね。鍋島直重とか入ってるんで、これは強い。よいしょ。じゃあ、適当に治療を入れときましょう。誰でもいいんだけど、入れたくねえ。龍造寺高信、感謝いたす。足軽大将は入れといていいだろう。ありがたき幸せ。よいしょ。これはいいね。仕官してきてる。お耳に入れた。これは金が足りない。オッケー。じゃあ軍出してもいいんだけど、攻略目標はね、シンプルですよ。その時。よいしょ。これより集金に励みます。伊藤さんを入れてあげて、代官適当に入れましょう。ありがたき幸せ。とかこれあれだね、舞台戻ってきてないね。戻ってきなさい。へえ、めっちゃ回復しないな。よいしょ。心得まして。政策拡充をと言ってるけど、表情取引、まあ米売ったけど内政軍開発、まあ商業やっていくしかないんだよねこれ多分。よいしょ、金銭収入をとりあえずプラテンさせないといきますか。ここでいくかこっちでいくかでしょ。よいしょ、これでいきましょう。パパーっとチャ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 ーって言ってくれれば嬉しいな。兵糧支援入れたいね。温泉掘削、承知いたしました。お耳に入れたきことが。どっちにしようかな。やり遂げてみせましょう。合戦できる。豊久行ってこい。よし、戦の支度だ。これで2万1000か。もうちょいいないとちょっと話にならんな。策を及ばす。これで4万。なんでこんな硬いの。ちょっと待ってな、おめえらさ、これ行こうぜ。このああいいねいいね、イエスさイエスさんもお前こっち白枝に行っちゃおう。余裕あるだろ。これで、合戦やったらどうなる。1万7000、全然足りないよ。我が策を及ばす。ただこれでうまいことどっかで言ってくれればいいんだけどダメだね。策を及ばす。次は勝たせていた。諦めて縄につくまい。お使いできます。鈴木茂兼、あれ鈴木家のやつじゃないのこれ。拾った命無駄にはする。ただこれめちゃめちゃ順調にいってない？忘れぬぞ。相手が悪かったと思う。7000と生きるもんね。よし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 。山形宗政改名。日向伊東家の旧臣山形宗政は出家して名を京徳と改めた。平安時代のなんて言うんでしょうね、雅楽とされる参謀の一人で兵法に応じた大江凶暴にあやかった名だと言われる。島津との対戦で敗れた伊東家の旧臣が兵法の王家大江卿房卿にあやかるなど恐れ多いかもしれんな。だがわしはこのままでは終わるね。いつか伊東家の再興を果たす。ということで伊東が改名したんですけど、まあ大丈夫そうですね。不覚を取ったわ。9万めっちゃ兵出てくれてるんだけど、これ狙いは白枝にをサクッと落とすことなのでむしろ OK ですね。よし、白枝に城突破。お断りされた。まあじゃあ解放でいいかな。ありがたい。で、この1万人もちろん、ま、ここ向かうべきでしょう。敵を攻め立て。やれることはやっときましょう。治療で鍋島直重を入れると、はい、いねいいね。ありがたき幸せ。めちゃめちゃ人は入ってるんで、このままいけば。で、兵力支援が入りそうなのが強い。いかがですかな。国衆怪獣も入れたいところ。遠方投与。誰か来るか。どうしようかな。内政はしなくていいだろう。代官だね。今足軽になったやつを全部入れちゃったので、組頭のやつを。龍造寺倒したから一気に強くなってるね。よいしょ。じゃあこれであとは内政、まあ浄化開発はしてもいいと思うけど、ジロイダに守ろうとしてなかったよね。こちらに。よいしょ。あー、狙ってるね。今がその時。嫌な感じだけど、この命ここで尽きるか。敵軍退けたぞ。兵糧が足りなくなってくれればいいんだけど、敵はなんか兵糧めちゃめちゃいっぱいあるんだよな。よく分からんけど。敵ながら見事。東洋。まあ兵を出してもらえればいいんだけど。あ、敵軍も米ないねこれ。敵軍米いっぱいあるわ。ということでね、動画見てくれて本当ありがとう。まずは右側のチャンネル登録ボタンをクリック。そのまま左側のおすすめ動画、ぜひ見てくれよな。あ、そうそう、高評価コメントも忘れずにね。ということでね、また次回の動画でお会いしましょう。じゃあね。